いう一つの事例ですよね。なんかがまあちょうどもう今はやっておりませんけども、21世紀ビジネスですかなっていうのを名古屋の NHK がずっとやってて、なかなかいいこれ番組だったんですね。その長編これも大変面白いです。もう2002年に放映されたんですが、こういった製品がすでにいろんなところで製品化されているはずですけども、ただまあなかなかね、それは国税局に行って聞かないことにはちょっとわからない話。まだやってますか。それで、まあ、ではそれ全部説明したんですけど、これ、終わったんですよね。これ、大学ってさ、これ終わったんだよな。ね、前は終わったんやな、一応。素材の、この加工とかさ、アセンブリーとか3つに分けて、連続生産の概念を出したりとか、あれ、今日終わったよな。もう最後の方また違う形でお話しますんでですね、ちょっとすみません、間抜けもいいところで肝心なビデオを家に置いてきてしまって、ね、ちょっとちょっと時間があるときに30分ものですから、ちょっとこれ、来週でも持ってきてください。全部やったら時間になっちゃいますから、どれか一つぐらいはちょっと余裕のあるときにやってみましょう。それで、まあこれからですね、まあ手元の方を見ていただければよろしいかと思います。で、今日からですね、この、全体で30回か、まあ、28回か知りませんけども、あるわけですから、少し間中入れて、まあ、入れてこのちょっとアメリカの、経営学というのがどういう感じで発展してきたかのこれもちょっと入れたいと思いますがですね、今日はですから生産方式ですね、生産方式という問題がどういう形で発展してきているのかということを全部終われるか終われないかちょっと微妙ですが残るかもしれません。で、これはシラバスの方には出所は書いておりますが、大変これは古いやつです。古いやつです、このコンプラね。戦後直後じゃないか、戦前だったら、ちょっと調べてみないとちょっと忘れてしまったんですけども、まあ、おそらく図書館に行ってもこの本はありません。私もコピーでしか持ってないんですけども、これくらいぐらいの本ですね、流れ作業組織の理論という、もう、シラバスに書いてある森重隆さんという、まあ、大変な一橋ですね、で日本の経営学会では非常に影響の大きい方です。でこの方がですね、経営管理総論、人事管理、労務管理の経営学で経営学の基礎という三部作の、まあ、大著を持っていらっしゃるんですね。だからまあこの計画をやろうと思ったらこの方のも絶対勉強しないといけない、非常に形式論理を詰めて哲学の本を読んでみたいな論理の方です。でその方が、まあ、流れ作業の理論というのを戦後直後だとか戦前だとか忘れたんですけども出されたのを、まあ、これくらいぐらいの何ページかな、100何ページぐらいかな、もちろん200ページぐらいあったかもしれませんけども、こういう形で、まあ、集約させてしました。で、流れ作業とか、まあ、これは大量生産という概念は、ここではですね、連続生産というふうにしか名付けないよということを私の方はもう最初の規定というのはそれだけしか与えないということをずっと言い続けます。例えば、ね、皆さんっていろんなところで事業とかも多品種少量生産とかさ、こういうような言葉を聞いたりとかするわな。多品種で細々と作る、少量で作った、
ということを聞きますよね。多品種で少量でね、いっぱい、まあ、作っちゃう。じゃあこれ大量生産じゃないのかというような疑問がいつも出てくるわけですね。だから大量生産っていうのはね、ですから大量生産じゃないよ、それは多品種少量生産で、おいって話になるわけです。マスコミが作った言葉ですけどね、多品種少量生産で、まあ、そういう言い方をされると、大量生産の意味が分からなくなってきます。じゃあトヨタは一台一台ですね、同じものが後で、そのトヨタのここまで行った時に、分かると思いますけれども、同じ車がラインの中で一台一台ですね、別の、ね、同じ車が団子状態で流れてくるってことはありません。ありません。一つ一つですね、で別の車が流れてない、混流生産といいます。ですから、じゃあこれも多品種少量なの、言えばその通りですね。じゃあ連続生産じゃないの、そうじゃない、連続生産だ、だ大量生産だと、はい、ない。じゃあ大量生産と多品種少量という概念というのは絶えず概念なのか、全然違う。ですからそういう問題がありますので、大量生産というのは少量であるか多種かね、多品種であるか 小品種であるかとかいうのは関係ございません。これを入れると全然今日まで大量生産の概念をこうぐんと延長できなくなってしまいますということになります。それで、まあ、そういうことをきちっと規定した人が、まあ、この森重隆さんという、で、の理論のところです。赤木商法から出て、1947年でしたかね、だったと思います。1947年からじゃなかったかって記憶してます。で、流れ作業の理論という本ですからこれ取ってます。ですからね、今からもう相当昔の話ですね。今から抗議しますけど、一つも言わせてです、誰もこれ批判できないですね、こういう この問題、この議論に対して。やっぱしそういうやつで、また報道システムのところに入っていきますと、報道システムに入っていきますと、やっぱり同じく森重隆先生の経管理総論というところを使います。これは白川さんに書いてると思います。経管理総論、まあ経管理総論の第何版なのかちょっと忘れます。違うと思うんで、総論のコードシステムというところの100ページぐらいに、こう一章100ページがあると思うんですけども、ね、これ、ちくら商法ですね。まあ、すごかったですね。僕は大学院で、入った時に学部の講義をずっとこの森重隆さんの講義を3年間続けて聞きに行ってた。で、学部の講義です、経管理の。でずっとノート、今みたいに便利な時代じゃないからさ、毎回行ってずっとノートを細かくしゃべる言葉全部引きして、皆さんノートを完成してたんですよね。で、毎年じゃ何が追加されるか追加されないかも、まあ確かめながらやって、まあ大体渡辺先生なんか同じことやっちゃったんですね。ですから、まあそういう非常に重たい先生です。1000人ぐらいで階段教室でですね、物事一つじゃなくて、びっくりしますね、で、こういう先生いるんだ、こういう講義ってあるんだと初めて知りましたね。で、やっぱね、アホな人がやっぱりいるんですね、男の子でさ。真ん中ぐらい、1000人ぐらいの教室でさ、やっぱりピチャ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 しゃべる、ここからシーッとしてるんですよ。シーッ、もう物音一つで鉛筆の音を聞けて浮かんでるんです。そしたらね、誰かピチャピチャしゃべってるのがたまたまその年です。一回だけですね、行った時に、来た時に、学生が立ち上がって、
うざい、喋るやつは出ていけ。これもし、もう1年間と全くというのはすごい攻撃ですね。私も初めて歌い上げてみたら、あの学校の時そのまま入れはしませんでした。大体、私たちの学校の頃って大体で、大体学生の授業でもしまうしなかったし、5月になったら700人だったいてたって、まあ大体10人残ってたらいいとこでしたね、5月以降で。大体そういう時代でしたからね。まあ最初から最後まで満杯で学生さんが弾いてる姿を初めて見た時は学部の講義ですね。まあそういう講義です。で、まあそれ2箇所、この、非常に、私もですから、森修練です。非常にです。はい、バックボーンにしてるですね、この方の理論です。をずっと今日まで、こうつなげて、つなげてきた今日の時代のこの大量生産の具体的ないろんなところまでこの理論を現代に引き伸ばしていってと思っていただいて結構です。さてですね、まず例夢の方をご覧ください。まず いろいろと、まあ、どういうところをしてますけれども、ね、別にどういうところ知らんというのは結構、それはそれで結構ですね。まずですね、その生産方式の発展とその特殊ということでですね、お話しします。で、注文生産と、まあ、いわゆるまず市場生産ですね、これ2つ分かれるわけです。で、非常に市場規模がですね、例えば皆さんたちが何かを作ってた、ね、洋服か何かを作ってたと、1日5着ぐらい作ってたというような生産の場合は、ね、誰それでの服を作ってるということで、顔が見えて、どういう特徴があって、そういう人に合うの注文を取って作る、こういう形態ですね。で、そういう段階から、その注文後の生産が10着だったのが20着。あるいはまあ、ね、30着で結局1年で、400着ぐらい作るようになった、こういう話になってきますよね。注文が増えてくる、そうするとですね、どういう形になるかというと、そのうちの例えばね、顔が皆さんたちの真正面から見ると顔形が違ったり顔の色も違ったりするように、好みも違うわけですね。その注文を取って作っていくということになるわけですけども、じゃあ今まで1日20ぐらいしか作ってなかったのが400作るようになったからとかね、あるいはまあ年間で4000ぐらい作るようになったからといって、じゃあ4000種類バラエティに飛ぶかというと決してそうじゃないわけですね。その中にはですね、数が増えていけば増えていくほどね、この塊ができてくるわけですよね。こう同じようなものがね、こういうのが出てくるわけ。1番目のね、同じやつが A というのはこれね、400のうちの100個が A だぜっていうのはね、こういう傾向が出てくる。で、B というのが20個あるとかね。で、あとさ、あと残りの100ぐらいいったらバラバラバラあるかもしれませんけども、ますます数が増えていけば増えていくほど、第1の A というね、のが、なんとなくみんな A というようなのを、まあ、大体作ってくれっていう。で、それが数が1000着になってきたら、ね、何のことはない。400着は全く同じような傾向があった。で、B というのが例えば200着ぐらい。こういう傾向ができてくる。ですから数が増えれば必ずそうなってきて、だったらまあこの売買ゲームで来年になったら2000着になるな、こうなってくると、もうこれはいちいち注文を取らなくても見込みで作れるよ、こういう段階になりますよね。そうなってきて、小さいプラスは、じゃああんたに注文取って取れ、回してしまって、自分はこの大きな塊の部分、つまり予測の範囲で作れるやつね。そうなってくると、注文を取らなくて、見込みで作るということができます。過去の、ね、注文のデータでもって、多分これだけ売れるであろうという形を予測ができるということで、こうなってきますと、市場生産という概念が出てくるんですね。市場生産に変わっていくわけです。見込み生産から市場生産に変わってまいります。で、ね、もうすでに、予測し、市場を予測して大量に作っていく、こういうことになるわけですね。こういう考え方が少なくともですね、1900年の初頭から始まって、注文生産からこういった、ね、大量生産ができます。具体的に言いますと、フォードシステムのような流れ作業の理論というのが完成してまいりますと、こういった大量生産に基づく大量販売の技法という形で、ね、できるだけ同じものを大量に作っていく考え方が成立してまいります。
でも先ほど言いましたように、ね、これがずっと続いているかというとそうじゃないわけです。そうじゃないわけです。注文という形で数が増えてくると注文は取れないわけで予測になっていくわけで市場生産に変わっていくわけですけども、皆さんたちもご承知の通りですね。例えば自動車でいきます、ね、自動車でも何でも結構です。自動車じゃなくてもいいです、ね、店頭に売ってある、ね、販売店が予測してこれだったら売れるだろうと言ったんじゃない。皆さんたちが例えば新車を買おうと思って、ね、俺は自分の好みのやつで注文していくよとこうなっていくとどういうことになります。注文という形を入れていきますよね、大量生産の中に、ね、つまり我々が、うん、お前の話は分かった、注文から市場生産に変わった、分かっただけじゃないですね。我々のまた現代で昔のような注文に、ね、何万台とか作るやつを注文で作るということは不可能なわけです。でも現実には注文という形を入るシステムが戻ってきてるんですよね。これね、捨てたはずのものをどうやって注文、だってね、同じものを使えと言われて嫌に決まってるわけですね。ですから自分の好みのやつを大量生産の中にどう取り入れていくか、注文という概念をもう一度大量生産のまな板の上に乗せてしまう、こういう技術なんていうのは特にこれは日本で花開いたんですね。70年代後半からですよね。ですからそれは後になります。それは日本のフレキシブルマニュアクチャリング、つまり、ね、日本の、まあ、トヨタなんかに代表されても結構ですし、まあ、家電でも代表しても結構なんですけども、そういう形の話の時にその話はいたします。まずはですね、初歩的なところの高度システムに至るまでの大量生産の話ね、注文生産から市場生産と言います。で、言葉、ね、これは毛利重隆氏の、まあ、非常に厳密な言葉をそのまま使っております。で、この昔の人の偉いというのは何が偉いかというとですね、我々分からなくなって漢字をさ、英語をそのままカタカナに使うってやりますよね。一見分かるようで分からないですね。誰が一番分からない、海外の留学生だとたっぷり分からないです。何のことちゃってね。で、昔の人って偉いですよね。必ず漢字でさ、全部で、しかも見ればすぐ分かるんですね、これね、すぐ分かる。そういう感じっていうのはね、必ず当てはめますよね、この方たちは。で、で、まずじゃあ中に入って、マイクシールの近くから。で、注文生産ですね、まず非常に市場が小さくて、ね、どこどこの村で鍛冶屋をやってたとか、まあ、こういうレベルの話でも構いませんし、ね、服でも構いませんし、何でも構いません、鍋釜でも構いませんけども、ね、壊れたからで新しいの作ってくれやと、こういうような注文生産のことを頭で想定してください。この注文生産の場合ですと、国の顧客の要求する衣装、これデザインのことですね、衣装2ページの上のところ、ね、絵を読んでます。で、ここの、あ、何のためにつけてるアホかいなきゃですね、失礼しよう、頭がふんでくる、ちょっとすみません。新しいのは全部なくしてしまいましたね。かなり。まあ、どこでしたっけ、これだな。違う。どういうのですか。ちょっと。どうかな。これかな、そうですね、はい、じゃあ始めますので、注文生産ですね、個々の顧客の要求する衣装、デザインですね、品質、規格等を満たすと、充足するために、ね、各種の特殊品の、ね、特殊な品、特殊というのは皆さんたちの要求が特殊ですから、作る製品もとにかく特殊になりますよね、一般的じゃありません、ね、形も違えば色も違う、こういうことになりますから、極めて、スペシフィック、つまり特殊的あるいは、ことになります。ですから生産になります。で、こういうような個々の顧客の好みに応じて作るという概念のことを個別という言葉を使います。個別という言葉を使います。ですから個別、ね、一般普遍とかこういう言い方をよく哲学なんかでよく使い分けていくわけですね。哲学なんかでよくこういう言葉を使い分けます。で、非常に具体的に、ね、具体的な、ね、違いがはっきりしている。
そういう個体、個別の個別個別のこういったところを個別と言います。ですから皆さんたちの要求が違って、色も違えば形も違う、それに好みに応じて作っていくというのが注文生産になるわけですから、生産は個別生産ということで、生産される製品は極めて特殊です。特定の顧客向けの製品という形で極めて特殊な製品になります。で、当然ながらこういった特殊製品に対する注文の数量というのは、まあ、似たようなことを注文する人はいるかもしれませんけど、極めて少ないわけですね。したがって、まあ、この方の言葉を使ってますので、ね、そのままもう、ね、尊重してそのまま使ってます。多品種と書いても別にいいわけですけど、多種少量生産、これ昔の本で打つので、ね、多品種と言っても別に構わない、多品種少量生産と言っても構わないんですけど、多種少量生産という言葉が使われていました。でこういった多種少量生産のじゃあ具体的な作業内容の特徴というのはどういうことなんですかというと、1回ごと1回ごと、ね、この絶えず作業内容が変化し、ね、段取りというのは例えば道具を変え、原材料も違うから道具も変え、作業する順序も違う、ね、こういうようなやつを段取りという概念で言います。絶えず変化するわけですから、注文内容が変化するわけです。それに応じた段取り、道具の設定、ね、作業の順序、こういった段取りを実施して、ね、ことを普段、ね、ことが必要になる。で、同じ作業の反復的な作業ということがないということですね。で、これを何というかという、こういう呼び方は覚えてくださいね。完結性というの。もう分かったでしょ。完結性って言ったら皆さんたち、何でしたっけ。知ってるわな、完結性って知ってるわな、あなたはな、車乗ってる人はな、完結性ワイパーって言うんですね。つまりこう捨てると普通のワイパーですね。でもう一つ落としてやるとパッ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 、こうなるわな。これを何て言うか、完結性ワイパーって言うんです。こういうこの動きをするわけね。ですから言葉はそういうところ使われないんです。なんどうやって感じするんだろう、こういう感じ、僕も知りませんでしたけどね。もうこういう言葉遣いでなかなかし、ね、ですからこういう1回ごと1回ごとね、まあ、あれも完結性ワイパーって言います、あの動きはね、まあね、覚えてください。だからこの場合は1回ごとに同じ繰り返しじゃないというやつなんですけど、ちょっと完結性ワイパーからすると若干意味が少しずれるかもしれませんけど、ね、はい。そして、じゃあ市場生産というのは何かという、まずこの大きな特徴で押さえておきますと、市場生産というのはね、今まではこうやって真横から見れば背丈も違う、顔形も違いますよ、顔の色も違いますよ、こういうことになりますよね。でもこれをさ、じゃあ不特定多数の顧客の考え方どうなるか、でそういう顔形も違うんだけども、真上から見たら頭の黒い一点しか見えないですね、こういう考え方になるんですね。ですから、ね、不特定の、ね、もう誰という特定の顧客じゃなくて、不特定の顧客によって形作られる、形成される販売仕様を予想して、その重要の充足を目的とする生産をやるというのが市場生産という概念になります。ですから中には、ね、見越しと言ってもいいですし、昔の言葉で言えば見越しも見込みも全く同じ意味です。ですから見込み生産をやりま す、ね、注文じゃなくて見込み生産です。で生産される製品というのは一般的な製品でありわけですから、衣装、つまりデザインや品質や企画などは生産する方、買う人の方であって、生産する方の見込みでもって予測でもって決定されることが一般的であるんですね。したがって市場生産の特質というのは、商品種、商種というのは、ね、言っても結構、商品種、多量生産、まあ、大量生産と言っても別に構わないんですよ。この方は多量と多量、少し意味を分けてこの時代では使われていました。商品種、多量生産で、当然ですね、これがもっと発展していきますとですね、商種多量生産といったって、これがね、例えば3種類ぐらいのものを大量に作っていくという段階からもっと進んでいきますと、一つのものにも限ってしまう。そうしますと完全に、例えば ABC を、ね、それぞれをた、ね、商種ですか、商品種多量生産なわけですから、その商品種多量生産の中には2つ概念があるわけですね。複数多量生産と単品種でもいいし、単種多量生産、もう一番発展していく 最終的な姿というのは単品種ということで
ですよね。一つのものにの生産に落ち着いていけばいいわけですね。例えば ABC3 つ、例えば商品種の中でも複数のものを大量に作りますよという段階ですと、 ABC という3種類のものを作るということになりますと、少なくとも3回段取り替えが発生するということですね。工具の設定、作業順序の変更、原材料の変更、こういったものが3回発生するということになります。3回ということは生産の中断時間が3回発生するということになります。でそういった生産の中断時間を生まないで、これを連続生産にしていこうとするならば、当然一つのものを作っていくという考え方に、ね、全部集中していく、修練していくことになります。ですからこの2番目になりますと、もう言うまでもなく行動システムという完成された連続生産が出来上がるわけです。はい、で次いきます。で、この市場の問題をですね、生産と作業の形態でもって、今消費多量生産ですね、あの市場生産であった消費多量生産のこの2つのものを入れていきますと、副種多量生産ですね、ABC という作業を、品物を大量に作っていこうと思うなら、これは後にもう少し詳しくお話していきます。組別生産といいます、これをね、こういうのをやっていく場合は。A というものを作ったら、次に B というものを作る。B というものを作った後に C というものを大量に作っていく。こういうやり方、これを組別生産といいます。ですね。で、これは別に昔じゃなくたって、分野によっては今だってあるわけです。前も言いましたように、鉄鋼なんかでは、ね、大きなさ、底をですね、線鉄を作る航路っていうのは、連続してずっとね、コークスと鉄鋼石を投げ込んで、そして、燃やして、そしてドロドロした線、ね、線鉄じゃなくて、線鉄でいいんだよな、線鉄というね、ドロドロ溶かしたやつを、がもうずっと航路から出てくるわけですね。で、航路の火は止めることができない。航路の火を止めると、航路というのは壊れちゃう、で壊すときなわけです。ですからずっと炊き続けないといけない。でその航路から出たやつをですね、不純物を取り除くために天炉、コロっていうの天炉ですね。でこんな大きな、ね、こういう釜で持って、もう一回、硫黄分を飛ばしていくわけですね。ともう一つ粘り気のある砂鉄で作った砂鉄線というね、鉄の塊を中に一緒に混ぜながら溶かしていくわけです。でこういうような形で1回ほどってやるってことね。まあそれはまあね、まあ組別生産って必ずしもないわけでしょうけども、例えば昔のように塗料を作っていくってことになりますとですね、塗料というのは顔料っていうね、色の元がいりますから、1回ほど大量に作ったやつはね、作ってもう1回染料して、そして別のやつを作って染料して、こういう工程がいますよね。で1回ごとやっていかない。その一つのものを作る段階の時は大量に作るから連続生産できるわけですけども、切り替える時は、ね、どうしても切り替えないといけませんね。これを組別生産っていいます。こういう考え方、これはもう今でもいくらでもあります。2種類以上のものを、少数の種類の製品を同一生産施設で大量に作る生産、多量に作る生産方式です。で、ね、1個ずつ作るんじゃなくて、おのおのを一定量ごとに作っていくわけで、交代交代で A を作ったら B、B を作ったら C、C を作ったら A、A を作ったら B、B を作ったら C、こういう形で交代交代に、ね、種類を分けて、その間は A を作っているときはです、ね、連続生産になる、大量生産になる、こういうことです。このやり方は組別生産。さらにですね、このそれぞれの ABC に分けて同じ施設で作ってたのが、さらに A というのがものすごい需要を持ってきて、もうここの施設では BC を作らなくても A だけで十分やっていけることになると、 BC はもう別のところで作ってもらって A だけの連続生産に入るんですね。そうしますと単品種大量生産の概念が成立してくる、こういうことになります。したがって、これが単種多量生産、大量生産ということになります。本来的な意味、まずその戻って1のところの組別生産ですね、組別生産、2種類以上の少数の種類の製品を同一生産施設で大量でもいいですね、の生産する方式です。個別的ではなく、一個一個別々に作るんじゃなくて、おのおのを一定数量ずつ交代に生産していく。ドイツ語をやってる人は後ろでグラウンドしてましたので、
で、分別生産同一施設において2種類以上の製品が生産されるが、多量生産であるためには多種、ね、多品種のものを生産するというのを指定して、できれば 2,3 種類あるいは 3,4 種類の小品種、小種の生産を必要とする、つまり要請してせざるを得ない、こういうことです。で、複品、複数の種類ですね、複種、多量生産、分別生産の作業内容の特質は、これは、交代性作業です、ね、さっきは完結性でした。これについては交代性作業、交代性というのを何というかというと、ロットって言いますね。これね、ロットはどれくらい、いや1000ですとか ね、そういう一定のまとまって作る量のこと、1回で作る量のことを一般にロット、ロットと言いますよね、カタカナでね。で、これはね、ドイツ語のこの LOT ということですね。で、ロット生産とかですね。で、これを日本語で言うなら交代性作業ということになります。で、一定作業の範囲では変わらないですね。その限りにおいては同じ同一作業の継続的な繰り返し反復になります。で、一定作業終了が、一定の作業が終了した後はですね、作業内容の交代が必要で、段取りの変更が起きていきますですね。で、これがいわゆる複種多量生産の特徴であります。したがって複種多量生産というのは交代、ね、組別生産で、作業のあり方は交代性作業という、こういうことになります。で、さらにですね、そういう中の A から A という量がもう大量に、ね、売れるということが見込まれるならば、もうそれだけの生産に特化していく、こういうことになります。そうしますと、単種多量生産、単品種大量生産も結構ですけれども、いわゆる本来的な意味の大量生産、文字通りの意味の大量生産の概念に成立するわけですね。マッセンプロダクティオンですね、ドイツ語で言うなら大量生産、あるいはマッセンペリティーブンでも結構です。こういう、ね、生産とですね。で、大量生産の本質は高度に特殊化した、専用化したですね。つまり特殊化も今から言いますので、特殊化も専門的とか特殊的という言葉は日本語では、ね、漢字ですると何となくこっちがかっこいいかなという感じで、意味もちょっと違うのかなと思うかもしれませんけど、全く同じ意味です。いいですね、全く同じ意味です。特殊化、ね、スペシャルのスペシフィ、スペシファイですね、というその動詞から来てるわけですから全く同じです。僕ですから、特殊化と書かれても、専門化と書かれても、専用化と書かれても全く実は同じなんですね。言葉にごまかされないんです。英語で書くのは一つしかないです。ですからどちらがかっこいいかだけなんです、使うときにね。ですから全くね、場合によっては日本の人が意味の違いがあるかと思って意味合いを持たせて書くかもしれませんけど、実はこれは同じことです。特殊化も専門的も、ね、同じことです。ですから非常に特殊化した、つまり A というものだけしか作る必要ないわけです。余計なものを作る必要ない、余計なものを作る機能なんて道具とか機械に持たせる必要が無駄ですからね、使わない機能ですから、そのものだけを作る専用化した機械や道具内にしてしまえばいいわけです。ですから徹底して特殊化しているということになります。専門化し、特殊化して同じ意味ですけどね、ということになります。で、そのものだけ の製品を作るだけの継続的、しかも反復的な生産になるということになります。で、大量生産の作業というのは何かというと、同じ作業のコンティニュアスティッペですね、つまり同じものがずっと続いている継続性作業、作業の話ですよね。で、そういうことです。で、まあ、これが大まかな、で、作業内容が一定で変わらず、一度設定された段取りは変更の必要がなく、あれ、なんか消えた、あ、同一作業は継続的に反復実施ができる、こういうことです。さて、で、で、まあ、この本っていうのはちょっと古いやつでね、この本にはですね、2つしか分けられてませんでした。進行作業工業と組み立て工業と2つしか分けられてませんでしたけれども、ね、これはこの前先週やった中で素材生産の、ね、と素材加工と組み立て過程、こういった大量生産を実現する機械体系、あるいは労働組織の在り方というのは3つありますよということを言いました。
で素材生産、例えば鉄であったりとか化学のような中の成分が変わっていくというやつね。で素材加工というのは鉄をずっといろんな加工していって歯車にしたりとかピストンにしたりとかこうしてやるというね、これは素材加工です。でそういった素材加工に出来上がった部分のものを組み立てていくのが組み立て過程、アッセンブリー工程となります。1,2,3 という形で下の形になります。でこの時は非常に古いものなわけですから、組み立て工程と進行工業2つに分かれてませんでした。でもよく考えるとこの人が知らないわけがない。この分野のね、もう大所も大所なわけですから、ここで2つしか分けられてないだけで、上2つを分ければこの中に分けることができるだけの話です。ですから、まあ下の方で、ね、説明していきます。で、まあ、製品というのは高度に、ね、大量生産をやっていく条件というのはですね、これは後に高度システムがはっきり言ってまいります。製品はですね、高度に単純化していきます。もうごちゃごちゃしたようなやつは作りません。できるだけ構造を単純化していきます。これが原理ね。ですからフォードが自動車をラインの上に乗せるためには、できるだけ構造をものすごく単純化していくわけです。そして一つの型にしていく、これを定型化と言いますね。ドイツ語でティピングって言いますね。でシンプリフィケーション、単純化することですね。あるないしはコードに形を単純化する、形を一つの形に決めていく、できれば、ね、これを定型化と言います。同じことシンプリフィケーション、一つのことと同じ、単純化も定型化も英語で言うと同じです。でそこに使う道具ですね、そういったものに使う、製品に使う道具は規格化していくということですね。規格化していくと言います。で規格化すれば、ね、同じ形にすれば互換性、どこで作ったのもはめ込むことができるという、このインターチェンジャブル、つまり互換性という。でところがさ、我々っていうのはさ、やっぱ職人芸の人っていうのはさ、はめようとしておかしいぞと思ったらさ、なちょっとね、ヤスリでほんのちょっとかみ上がるみたいにピピピってやって、あ、出た、こうなるんだ。これを何ていうかというと、英語でフィッティングっていうわけです。フィッティングをするんであれば互換性生産ではないわけです。こういうのはね、フィッティングがいるようなやつは互換性生産が言えないわけです。ですから、ね、東南アジアで作った部品であろうが、ね、ロシアで作った部品であろうが、ね、同じような形で物を作ったものは日本に持ってきたらポンと入っちゃうということになる。まあこう言えばね、アホかっていう話になるわけですけども、よくよく考えてみたらこれがね、できるっていうことはね、至難の業なわけですよ。簡単じゃないわけです。今は簡単ですよ。電子で測れるわけ、ピタッと測れますよね。ところがさ、昔はこんなもんないわけですよ。一見簡単なように見えます。アメリカでは広いから、日本の25倍ぐらいあるわな、確かな。そうですよね。そうすると、フロリダで作ったのとさ、五大湖のある近くで作ったのとは温度差が全然違うわけですよ。で、こういったものをそれぞれ同じ寸法で作ったはずのものが、持ってきたら、合うかっていうと、合わないわけです。ちょっと待ってね。ね、もう一回その時の話なんですけど、あんまり余計なこと言わないと、また違う。な、この物差し持って行ってさ、フロリダで測って、わ、ちゃんと2ミリ、な、2.312 ミリがあって、これ、まあ、誤差が0.02ミリぐらいいいやと思ったけどさ、で、これ、フロリダの方に、フロリダからその5台、この音か知りませんけど、ちょっと寒いところに行って、測って、よし、同じようにやった。ちゃうかな、合わないです絶対。なんでなら理屈は簡単なんですな。重さも違うわな。富士山のてっぺんで重さを測って、ここで測ったら重さ違うはずですよね。な、特にこういうので測るとさ、バネばかりとかなんとかばかりとかいうのと測って絶対狂っちゃうんですよね。なんだ、気圧が違う、重さね、重力違う。そうするとなんで測れば一番正確かと皆さんたちは小学校の頃からやってるんですよ。天秤なんですよ、天秤なんです。だから重さは重さでしか測れないと、こう原則なんで、長さは長さでしか測れないと、こう原則なんですよ。うん、だから天秤なんですよ。で、組まないですね。だから我々はなんでこんなややこしいことやってるのか、そういうことなんですよね。測るものが膨張していったりとかしていくわけです。同じように膨張すればいいんだけども、材質によってさ、温度によって膨張係数とは全然違うわな。だから測
話にならないわけですよ。だからこれを解決するのに人間には相当の歴史がかかっているんです。つまりな、ここで作ったのと韓国で作ったのっていうのも温度が違うわけですよ。でそうするとどうすればこう解雇の長さの問題に解決するのと、日本でこうやって測ったものだけども、物差し測って金尺で測ってきたけど、この金尺取ってきてね、韓国で測ったらさ、確かに気温が低いから縮んでるわけですよ。この材質で縮む、あれ膨張する膨張率と、例えば真鍮かなんかを加工してたら、真鍮の膨張率って全然違うわけじゃないですか。話もクソもならないわけですよ。こういう問題が太陽生産って、僕は簡単なことで言ってるように思いますけども、互換性生産というのは、まずこの問題を解決しないから絶対できなかったんですね。こういう問題があります。これはまあ、ボードシステムの意味の話。ですから、この問題で、我々は今ではね、互換性規格化とか互換性とかいうのは簡単なこと言いますね。つける部品はどこで作っても同じようにピタッと入らないといけませんよと、こういうようなことは平気で言いますけども、これには相当のね、やっぱしこういった、温度とか気圧とかこういったものの違いを乗り越えて、ね、同じものが同じ形で持ってきたらピタッと入るというには、やっぱりそういうそれなりの解決する課題というのはいっぱい山積みのようにあるわけですということで、まあ、そういうことも頭のどっかに覚えておいてください。で、ね、これは例えばね、規格化のことを、ね、英語で何て言うかというと、標準化って言いますよね。で、ISO と言いますよね。ISO 9000とか9001とかね、言いますよね。これ、その ISO の、ね、インターナショナルオーガナイズ、あ、じゃあスタンダリゼーションだよね。ですから、スタンダリゼーション、標準化という概念ですね。で、規格化も同じです。英語では言えば。スタンダリゼーションですね。標準という概念です。ですから、まあ、その時に、フォードの時にお話してます。ですからこういうスタンダーディゼーションとかね、まあ、というような言葉というのは、ね、英語はこれは押さえておいてください。スペシフィケーションね、単純化、定型化というスペシフィケーションというものをぜひこれは、英語では押さえておいてください。で、ね、前回もお話しましたようにね、素材生産の場合だと、あら、もう一個待っちゃった。まあいいですね。でこれ全部ですね、まあ、今言った話を少しこう整理しておきますと、こういう形で。はい、あれなんか格好が抜けたよ。なんか一個抜けてる。なあ、一個抜けてるな。市場生産の時に格好がないらしいんですけど、まあ、ちょっとすみません、抜けてます。で、注文生産の場合はですね、多品種少量生産、あれ多種少量生産でした。こうやって一つずつ別々に作っていくわけですから、作業のあり方としては完結性作業でした。で、注文生産の作業組織はどうなるかというと、当然作るものが違うわけですから、種類も違う、それ使う材料も違うわけですから、労働を加える材料であったり原材料であるというのはもう多岐にわたるんですね。で、それを作る道具、機械、装置というものの労働手段は何かというと、これは同じ人が注文を受けて作るわけですから、ね、オールマイティの道具ないし機械でないと困るわけで、ね、断然作れる、こういう機械なわけですね。ということになります。従って万能的である。で、労働力も万能、オールマイティである、ね、万能である。で、市場生産の場合は商品種多量性や商品種も行き着くところで言えば一つの種類だけを大量に作るということになります。ですから、数種類の場合は交代性作業でした。1回ごとまとめ生産をやって ABC まとめ生産をやって交代性の作業です。で、一つの種類にも集約されてしまえば継続性作業になります。で、市場生産の作業組織は の労働を加えるものであるところ、原材料であるところの労働対象は何かというと、もう ABC でも種類が限定されてしまう、こういうことですね。で、労働対象もそのもの、つまり A と B と C を作る機能しかいらない道具、余計な機能はいらない、万能である必要性もない、そういう機能をつけるだけで道具が価格が高くなって無駄になります。ですから労働対象は特殊化ないし専門化していくという、ね、ことになります。労働力は何かというと、極めて、ね、その作業だけ、その製品のそのある作業だけをやれればいいということになります。いろんなものとか一回やる能力は持たなくても結構、したがって労働力は単純化するか、あるいは専門化してしまうということですね、ことになります。したがって注文生産、ね、
注文生産、ね、下でまとめて知らないと注文生産は多品種少量生産、あるいは多種少量生産で個別生産で完結生産業です。市場生産には組別生産、複数のものを大量に作るという組別生産と一つのものを大量に連続して作るという大量生産の2つの意味がある。組別生産の場合は1回ごとまとめ生産して交代して作っていくということで交代性作業です。作業で大量生産の場合は継続性作業、こういう特徴を持つということです。さて、さてそれぞれ少しお話細かく入っていきますと、注文生産型作業組織はじゃあどうなっているのか。そうですね、なんだろう、壊れてますね今のちょっと本当は普段使ってたやつが消えてしまったんですけど、昔のやつあれだったんですけど、ほら、今手元のところをご覧ください。で、このね、この図を見てもらうためにちょっとさ、もう今となっては作り直した方がいいんですけどね、この図も自分でなんでさ他に作る方法がないかしらと思うんですけどさ、このね、こうちっちゃいところにさ丸 B とか書ければ一番さすぐ作れるんですけどもさ、丸 B と三角 B とかさ区別ができないもんだから、もうええくそと思ってさ、もう手書きでやったやつを貼り付けてるとかさ、こういう形でずっとやってきてたんですけども、これができればさ、もう全部この上の図書いてあるんですけど、これがね、丸 B、 後になってくると三角 B と、ね、三角 F とかこういうのを使っていくんですけど、それがね、なかなか書けないもんですから、情けなくて、それができればさ、もうとくの昔、図も作っちゃうんですけど、貼り付けるようになってます。それで、さて、まず注文生産型の作業組織はどうなっているのかというとですね、作業組織の特徴というのは万能ないし汎用というのは、いろんな作業ができる汎用的といいます。オールマイティというのは万能的ということで、どちらでも同じ、ほとんど同じ意味で使っても構いません。汎用性があるとかね、万能だとか汎用性があるとか言い方をしますね。ですから、どちらで使っても結構ですね。できるだけ昔のようなね、道具を使っているときは万能という言葉を使いますけれども、機械みたいになってくると万能機械とはまあ言いにくいですね。なんとなくね、汎用性のある機械とこういう言い方をした方が言葉としては正確ですよね。で、注文生産型作業組織の場合は2つあるわけね。発展度合いによって2つ出てくるわけ。万能職場作業組織を形成する、小さい注文の生産量が小さな時は万能職場作業組織をという形を形成すればいいわけで、これがだんだん注文の量が増えてくると、この下の A のですね、万能職場作業組織というわけにはいかなくなってきて、機種別職場作業組織というのをやります。いいですね、機種別です。機種別です。で、もう一つの対立する概念というのは品種別です。作業をやる際に品種別に工場を形成するか、機種別、つまり機械の種類によって職場を編成するか、どちらかになる。大量生産になってくると機械じゃなくて品種になります。ですから何かというと、ね、もう一つの種類の場合だと、車で言いますとカローラの専用工場、こういう感じになります、ね、こういう感じになります。ですからそういうことを理解してもらう、ための、まあ、手順でございます。ですから注文が少なければその人の動きとかね、ね、癖、動きの勝手、そこでどういう機械をどういう形に配置した方がいいかという形の
配置した、まあ、これはたまたま星型にこう配置しましたけども、旋盤を上に持ってきて、ボール盤、ね、ボール盤って穴掘りですね、ライズ盤ってミックコー、ね、平面ですね、で、プレスする、で、仕上げ、ヤスリとかグラインダーをかけていく、こういうようなこうあの炉があったとしますね。そうすると、ね、ね、当然、ものによっては最初にクライスあのボール盤で穴を開けて、で、ね、溝を切っていくから、クライス盤であの切っていく。で、その時に鍵盤で、ま、回転して、このね、刃を当てて回転させて削る、バットみたいに削り込んでいく。こういうような工程があった。で、プレスはないけども、ね、あと、ね、微妙なところを仕上げてね、グラインダーに、あの、ヤスリ、このね、ヤスリで削り落としていく。こういう作業が、こうしますね。で、あるもの、あるね、例えば、ね、川上くんという人の、あの、ものを作ろうと思ったら、ね、ボール盤はいらなくて、一回ね、なんかでプレスして型を取ってしまって、そしてそれをね、旋盤で削った丸いね、軸をつけてとかね、そして平面のところをクライス盤で削ってしまって溝をつけていくとか、こういう形をやるとか。ですから、作業によってどういう工作機械を使うか順序が違うわけですね。でも自分の使い勝手のいいように配置する。これが万能職場形成です。注文が少ないときはその人の癖なり、ね、作業の効率性があるような、ね、ですから、例えば、俺はこういう感じで配置だけど、あの人は別の配置をするかもしれません。これはその人の熟練の度合いですね、ね、仕事の癖、ノウハウの、ね、それによって職場をどう形成するかが変わっていくと思う。こういう職場の、職場の場合は、ね、作業組織が単に万能職場の形成、その人の、ね、作業内容の、ね、習熟度によって、まあ、どういう形で機械を配置していくか。これが万能職場作業組織です。で、注文の量が増えてきますと、ね、なかなかですね、その間を2人とか1人ならまだしもいいんですけども、ね、5、6人ぐらいで、ね、A の場合は5、6人ぐらいで作業やってたらね、ある人が旋盤をやる、ある人がフライスパンツをやる、ある人が仕上げをやるとかいうのをぐる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 しながらやってる、こういう形になりますよね。で、そのところがですね、注文の量が増えていくとなるとですね、旋盤使おうかと思ったら誰かが使っておる。こういうことになりますね。こういう形になります。で、人数も増やさないことじゃない、突然じゃないけど、ちょっとやってきてる。こうなってくると、もうね、ごちん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 ね、アリさんのごちんごみたいな話になってくるわけですから、これじゃあ、能率が上がらなくなってくる。ということで、じゃあ、わかった。もう、ね、作業場を機種ごとに作ってね、例えば旋盤、ね、バットみたいなのを回転させて、刃を当てて削り込んでいくような製盤については、旋盤だけこの部屋に並べようじゃないか。で、隣の部屋には、ね、穴開けるボール盤だけ並べようじゃないか。ね、そして、あるところはグラインダーとかね、そういうところを設置してですね、それだけやる、うん。というような作業をやるやん。というふうに、そういう作業場を、機種ごとに作業場を作っていく。ということになります。で、ですから量が増えてくると、あ、じゃ あのこれやってなって、旋盤担当の人の職場のところに全部任せちゃう。ということですよね。で、そして最後に出来上がってきたものを仕上げの方で組み立ててやる。こういうこと。でも、ね、仕上げの職場は仕上げの職場を担当する人がいるし、旋盤のところは旋盤の担当する人がいるんですけども、そもそもが、作るものが、皆さんたちの顔形が違うように、ね、その人の好みに応じて注文を取ってきたものが量が増えただけの話で、ね、俺は旋盤だけやってるというですけども、旋盤で作ってるやつはそのもう種さまざまなものを作ってるわけですよね。同じものじゃないわけです。なんちゅうもんこれ受け取ってくんやっていう話ね、こんなとこ溝取れるかよってな話のようなやつもね、単純なものから複雑なものを全部フライスパンのところではそのフライスパンを担当している人がやるわけです。ですからこういうふうに分業は出来上がってるけども、それぞれのところで旋盤を扱う人は旋盤のオールマイティの作業ができる。ボール盤を扱う人はボール盤のね、オールマイティの作業ができる。フライス盤を担当する人はフライス盤のオールマイティのフライス盤の作業ができるという人たちが職場をそこに配置するということになります。仕上げもそうですね。作るものが種類が違うわけですから、何でもできちゃう。こういうことです。これがいわゆる種別職場ということです。ですから、まず下の方を読みますと、A 万能職場の場合は、各種の万能機械ないし搬入機械を同じ、ね、職場に集合配置することによって形成される工場を万能職場という。で、それ注文の量が増えてくると、もう必然的に機種別に職場を作り上げないといけない。同一の種類の機械のみを同一の職場に
集めて配置する、集合配置することによって機械の種類ごとに形成される工場のことを機種別職場といいます。で注文、米印のところね、注文生産型作業組織、万能職場、機種別職場の労働手段というのは、とはいえですね、それぞれのところというのはまだオールマイティであるし、あるいは何の作業でもできる広い、作業の機能を持った汎用的な労働手段、機械であり工具であり、ね、装置である、こういうことです。以上が注文作業型ですね。でこの注文ね、この注文の作業組織であるところの万能職場作業組織から機種別職場へと当然発展していくことになりますけれども、これはどういう、ね、動向の中で発展していくかというのが次の問題です。で注文生産のそれは規模が拡大してきた場合ですねにそれは起きてまいります。機種別職場に移行せざるを得なくなります。万能職場作業組織の場合は注文が小規模の方の場合です。機種別職場の場合は大規模に注文が受けるようになってきた場合は機種別に職場を編成しなければならない、こういうことになる。で機種別職場の間には、ね、当然のことながら機種別の旋盤を作業をやる人は旋盤作業だけ、プライス盤の作業をやる人はプライス盤だけ、プレスで、ね、型を取っていく、いろんな型を取らなくちゃいかんですね。ですからプレスの人はプレスをやるだけという形になります、ね。あるいは板金をやるといったら板金のいろんな板金をやる、こういうことになります。ですからそれぞれの職場を全部勝手に一人の人がいろんな職場をやるんじゃなくて、ね、例えばあなたは旋盤の工程のとこ職場にいてください、あなたはプライス盤の職場にいてくださいというなるんだけど、プライス盤自体が、ね、行う作業が極めてオールマイティの作業である、こういうことですね。でそれぞれの場合、ここの職場とここの職場の間にはもう分業が成立するということですね。この人はここだけ、この人はここだけなんだけど、ここだけという範囲がオールマイティの作業なんですね、ということです。で、で職場形成の重心は、ね、職場は何で持って作るか、作業機で作るか、つまり旋盤で作る、ね、旋盤で作業は構成する、プライス盤で構成する、ボール盤で構成するという形になります。いいですか。で当然万能職場というのはいろんな種類のものをやるわけですから、ね、マルチです、ね、単一のものだけを同じものだけ作業をやるというだけのシングルパーパスですね、単一目的です。ですから単一目的の一つのものを作る工場の場合プラント工場ですね、シングルパーパスプラント、つまり単一目的の工場、同じ単一目的の職場ということになる、なりますけれども、そうじゃなくて万能職場の場合は複数のいろんな、ね、製品を作り上げるということですから、複数ですか、マルチですね、マルチパーパスですね、ね、複数目的の工場、あるいは職場ということになります。さて、時間が大丈夫かしら。まず、50分ですか。終われないかもしれません。さて、今までは注文生産型の作業組織の編成、そしてその作業内容の特徴、労働手段とかそういったものの特徴、こういったものを言ってまいりました。さて次には市場生産型の作業組織がどういう特徴を持つかということを言います。で市場生産の典型的な方式というのは、もう一つのものを大量に作っていく、連続生産をやっていくということで、段取り替えがいらないのは単品種大量生産ですね、まあ、単種大量生産は同じことですを特徴とするとこの大量生産であるんですね。で単一の種類の製品を生産する大量生産方式の作業組織の特質ということになります。でもこれはもう特定商品、例えばね、例えばこのマジックの青のマジックを作るという特定の製品の生産を中心とした、もう高度に特殊化した生産になります。したがって一つ機械装置およびその他の生産施設工具の徹底的にもうこれを作るだけの機能しか持つ必要はないという意味での特殊化を徹底して進めた、あの生産設備、生産工具、生産の工場、こういう形になります。で、作業場の形成がですね、もう要するにこの青しか作る必要がない、他は作らんでいい、ですから他の作る機能を持つ必要性はないわけですから、これを作るためだけにの生産の順序、
原料を何使う、次に道具を何使うか、機械は何かというな、で次の道具は何を使う、部品をどれを使う、もうその順序で形成されるということになる。したがって製品を作るための作業場の組織、先が何だったかというとな、いろんなものを作るわけですから、そこで使う道具、機械でもって職場を形成してきたわけですね。注文の場合もうこの市場生産、見込み生産のこのもう進んだ、しかも単品種大量生産の場合ですと、大量生産のこの組織になってきますと、何を作るか、作るものによって職場 を作っている。何を作るかによって作る順序は確定します。作る順序ということは作る、工程が決定します。工程によって機械が、何を使うか、道具はこの段階で何を使うかという形で決まります。したがって作業内容の順序、作業の機械、工具、どういう原料をどこでどういう形で使うか確定してしまいます。したがって品種別の職場作業組織という特徴が出てくる。で、品種別に職場をの作業をの組織ということになりますね。品種別に職場を形成していくことになりますから、作業組織の 特性というのはですね、いいですか、もうこういう原理が出てまいります。特定製品の生産について行われる作業内し、作業工程の順序を中心に形成、いくつもの、例えば携帯電話が、そうするとどこものこの機種を組み立てる工程を作ればこういうことになるんですね。でその作業工程の順序を中心にいろんな機械を使う機械を配置していくということになります。いいですか。でもう一つ、作られるものの、進んでいく経路が最も短い距離になることを中心に、作っていくということの基準がもう一つ発生してまいります。これは、後で、もうちょっと詳しくはやりますけれども、で、とにかくですね、製品の生産を基準、どういう品種 を作っていくか、どういう品物を作っていくか、その生産を基準にして職場を統一していくか。したがって品種別ですね、職場というふうになる。で品種別職場、先ほど言いました大量市場生産の場合ですね、の場合と注文型の作業組織、つまり万能職場と機種別職場がありました。これの違いは何かというとですね、ここの職場を形成する原理原則というのの違いをきちっと押さえないといけません。品種別職場と万能職場ですね、の違い、つまり万能職場というのは機械を一つの部屋にね、その人の特徴とかその人の作業の、効率性から考えてもう適当に配置するとという万能職場、注文生産型の中の特に、万能職場の場合と品種別職場を比べてみますと何になるかというと、万能職場の原理は何も別に統一した原理というのはありません。こういう形で機械を並べなくちゃいけませんよというのはないわけです。その人の作業のオールマイティとかね、癖とか感とかそういうものによって配置すればいいわけです。ところが、でしかも、ところがじゃないですね、2番目、配列される機械のすべてが汎用機械、汎用というのは、万能ですとオールマイティになりますね、汎用というのはユニバーサルということになります、ユニバーサルマシンが原則になる、同じことですね、原則で、汎用的にいろんなものを作れるという、広い範囲を渡って作れるという、汎用的な特徴を持つ汎用機械が配置されます。それに対して市場生産の品種別にの職場というのは何かと言いますと、まず一つは特定製品、例えば、この、ドコモのこのこれを、流れ作業の場合だとしますよね、特定これを作るための行われる作業ないし作業形態の順序という統一原理に基づいて機械を配置します。つまり余計なものいろんなものを作るんじゃなくて、この製品を作る工程に沿って機械を並べなさいよというこういう原理原則が発生するということですね。ということです。余計なものを作らないわけですから、もう、品種を作る 3つの種類の機械、商品を製品を作るんであれば、その3つの種類の製品を作りやすいようにですね、ひょっとしたらあるところは順序が違うかもしれません。
違ってもいいから、そこで例えばあるものを 使ったら次のところに行くまでにものすごい距離が発生したりとかすることのないように、うまくその辺のところは調整しながらですね、とにかく ABC を作るにふさわしい形の工程の順序と、そして、機械の配置を考えればいい。いずれにしても製品を作る、特定製品を作るという原理に基づいてですね、機械を配置すればいいということで、しかもそこに配置する機械というのは、ね、特定のものを作るだけの機能しか持つ必要はありません。そういう意味で特殊化している、あるいは専用化している機械であればいいです。はい。でさらにもう一つね、注文生産型にはもう一つ発展した形態で機種別職場というのがありましたですね。機械でもって、機械の種類でもって部屋を、職場を形成していきましょう、分けていきましょうという考え方です。これと市場生産の中の品種別職場の形成の違いというのはどこにあるんだろうということは、とにかく機種、先ほど万能の場合は職場にどういう形で機械を並べていくかというね、ということに関しては原理はありませんでしたね。その人の作業内容の、ね、習熟精度、習熟度であるとか感覚骨の、ね、鋭いところ、俺は右回りの方がうまいんだからね、左回りの方がいったら順序でやるとちょっとおかしくなるからあかんけどって、まあ、癖もあるんですね。だけども今度の場合、機種別注文型の量が増えた場合に機種別職場となってくると、ちゃんと職場を形成する統一原理あるわ。なんでか、機械の種類によって部屋を形成しなさいよという原理がもう発生してきてるわけですね、この段階では。ですね。ですから、両職場との統一原理に基づく機械を配置する考え方はありますよ。特に機種別職場の場合はですね、この機械の種類によって違いますよということです。ですから、違う点は、同じ原理はあるんだけど、違うのは統一原理そのものの内容の違いである。機種別職場の場合は、職場編成の、ね、重心が作業機の、ね、違いにある。作業機の種類を基準にして職場を分けていく。こういうことになります。ですね。同一機種で各職場を形成していく、ね。いろんな機械を置かない。同じ機械を置けということです。で、その同じ機械も汎用機械で、オールマイク、いろんな注文に対応できるような汎用機械を何台も置いて、そこに人を配置しなさいよということです。そこで配置する作業ってない、ねね、いろんな作業ができる人たちがの能力を持った人たちが配置するってこういうことになる。どんな使い方でもできる、ね、でそれに対して市場生産の場合、品種別職場というのは職場形成の重心、ね、というのはポイントというのは、特定製品の生産を行われる、つまり ABC という製品をするのであれば ABC、 もちろんこの A と B と C が全くですね、 A は一番最初でやるやつが B によっては一番最終わりにやる機械からやる、なアホなことは絶対ありません。できるだけ似通った作業形態をやるやつが3つ集まっちゃうんですね。ですから、ね、全くにめちゃくちゃな、もう3つともにもアホかというぐらいのが、そういうのは同じ形ではこういう分別生産にはなりません。非常に似通ったものです。似通ったもの の、ま、あの生産がですから、じゃなかったらさ、もう作業工程は一緒にやる意味がないですよね、ということになります。ですから少なくとも似たような製品の3種類のやつをですね、集めて、多少は違う、道具は違うかもしれません。機械を使うところ、使わないところの機械が何か所か発生するかもしれません。でも大体ここに配置して、ここを飛ばしていけばいい、こういうような配置になるわけですから、特定の製品を作る、3つの製品を作る順序でもって、大体似たような工程の順序だけのちょっと違うところがある、でもまあ大体大まかは同じだというようなことですから、その特定の3種類を作る製品の順序に機械を並べていけばいい、こういうことです。いいですね。それがいわゆる品種別職場、職場形成の重心は特定製品の生産で行われる作業工程の順序を基準として職場を統一して作っていく、統一した原理のもとで作っていく、各種の機械により、いろんな種類の機械によって職場を形作ります。同じ機械ではありません。で、したがって特定のものしか作りませんから、特定のものの専用の職場ということになります。で、
品種別職場作業組織というのはどのような生産を公式を可能にする作業組織かですね。品種別職場作業組織というのは、ね、先ほど言いましたように 2,3 種類のものを作る、ねね、小品種大量に作るという場合と、もう一つ単品種大量生産、本来の意味の大量生産という、ね、少なくとも1970年代まで考えられた考え方はこの考え方です。ですね。この考え方です。ね、ですから、まだね、この時には多品種のもの、多品種のものを大量生産の上に、ね、乗っけていくという考え方というのはないわけです。まだないわけです。だから最終的に行くのであれば、先ほど言った生産の中断時間を生まないようにすることが大量生産であるわけですね。つまり連続生産のこと、そういうことですよね。そのためには何かというと、段取り替えが発生しないような生産工程にするという原理原則があるわけですよね。ですから、ね、段取り替えの時間がどうしても起きるようなものづくりにおいては、当然単品種大量生産に向かっていくという考え方がしか出てこないわけですよね、これね。ですからこれはもう言うまでもない、この森重隆先生のこれお書きになった時には、商品種、あ、単品種大量生産がやっぱり行き着く大量生産の目指すべき姿だったんです。これが崩れていくのはもうすでにちょっとちょこちょことお話してますように60年代末から崩れていくわけですよね。まず労働のあり方として 単純労働の繰り返しに対してはね、労働阻害という形でもう60年代後半からイギリスであったり、ね、アメリカであったり大量に発生するわけです。ということはちょっと話したよな、少し話したよな、アブセンティーズム言ってなかったっけな、飛ばした、あ、すいません、もう一回ちゃんと話は飛ばしてるか、すいません、ごめんなさい、なんか余計な自動車の話みたいなことばかりしてて飛ばしてるかもしれませんね、そこでも説明しないままにしていくかもしれません、どっちも一回戻ります、すいません。で、こういったやり方っていうのがね、突き進んでいきますと、森重隆先生のこれを本出した段階では多品種のものを大量生産に乗っけるというのは、これはね、どの技術かというのはこれ日本の技術なんですよ。70年代オイルショックを過ぎた後にね、日本で開発するわけです、これを。というのは何かというと、先ほど言ったようにね、大量生産するということは生産の中断時間を生まないことの意味ですよね。連続生産ができるということなんです。だから余計な概念はつける必要ない、大量生産に関してはね。多種であろうが少種であろうが、そのことどうでもいいわけです。いろんなもの、特化、皮下を作ろうがね、何でもいいわけです。何を作るか、いろんな種類で大量生産を分ける必要性はないということを、やっぱこの人は大してやっぱ大変な人なんですね。この段階でこのことを言ってるわけ、余計なこと言ってないわけだから、このやっぱ相当の論理性能もね、やっぱもう本当やっぱすごい人だと思うんですよね。だからこの形態の中ではなかったわけです、現実問題でした。この人の概念を使っていくならば、豊田生産方式みたいなものをね、特化引っかけのものを大量生産に乗っけていくという考え方が成立するわけですよ。なんでなら段取り替えをゼロにすればいいじゃない、こういう発想になっていくわけです。こういう取り組みになっていくわけです。でね、だから簡単なものであるのは、こういうのを作るんであれば、まあ段取り替えというのはそんなに大きな時間はかからないかもしれませんけど、一番やっぱり自動車というのは一番この段取り替え時間というのが、もうある工程がもうとてつもない時間がかかるということが分かってたわけですね。つまりドアを作るとか、ドアの板金を、ね、鉄板をボーンとプレスの5000トンプレスみたいな形で型をつける、この5000トンプレスのオスとメスの型ですよね、型を交換するのに、少なくとも70年代までのジェネラルモータースのアメリカの工場では48時間かかった交換にね。ですからね、工場が24時間どころか16時間ぐらいしか動かないとなると、少なくとも1週間のうちにね、3日間は工場は休まなければいけないということになるわけです。3種類のものを1ヶ月作ろうと思うならば、ね、48時間というの3、つまり3分の3で9日間は、ね、工場はストップしてたらいけない、こういうことになるわけです。だからそんなこと言ったらバカかという話になるわけですね。ですから我々は今でこそそういうことは言えるわけですけども、生産の中断時間を生まないようにするという言葉は簡単なんだけども、こんなもんできるわけがないと。特に大量生産 を作り上げたこの自動車生産においてはそう思われ続けてきたわけです。ところが現実に
ね、じゃなくて日本できちゃったんですよ。で発想は何か、段取り替え期間を限りなく出るんですよ。アホかって話になるわけ。やるもんだらやってみようって話になるわけね。お前バカかって話になるわけ。どないでお前5000トンプレスの金属の塊をね、中断なく入れ替えるんだ、こういう話になるわけじゃないですか。そういう技術なんてのがどん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 日本でさ、そっちの方に向いていっちゃったんです。そしたらできるという考え方ができちゃう。ですから、いろんなものの種類をですね、同じ工場の中で作るということが、もうほとんど連続生産と同じ概念になっていくわけですよね。つまり、交換するのに1時間で48時間じゃなくて、7、8分あるわけですよ。7、8分ってのは雷が鳴れば止まっちゃうわけですよね。半導体の工場なんて雷が鳴れば止められるから、なんで電圧が上がったらさ、ね、あの工場やってたら、なんかおかしくなっちゃいますよね。ですから、知ってるでしょ、あの半導体なんかにさ、需要で、どこで今、どこでどれだけの雷が発生してるか、そういうサービスの会社なんていうのが、いっぱいありますよね。で、それが半導体工場に全部連絡するわけですよね。そういうサービスがなければ半導体なんてできません。もう、ね、どっかの電信柱から、あの電子からなんか落ちた。それが30キロぐらい先までその電線に沿って流れていって、微粒電流が工場の中に入り込んでしまったら、それだけで回路が狂っちゃうわけですよね。こういう工程です。あの回路を描く半導体の工程です。ですからそういうことがあるわけですよね。まあ話はちょっとすみません、余計な話で。ね、すみません、余計な話をし、あまり喋って、どこ喋ってこれどこで脱線したとか全然分からなくなった人にアホかってやられてる。で、まあ、ですから国別生産ですね。で、国別生産の場合は、その限りにおいては、一つ の, あの種類 A という商品においては連続生産するわけですから、純専用その A という商品の時には同じねそのばっかり作る、 B という製品を特売でやる時はその B という、だから完全な専用組織というわけではなくて純専用組織ということになります。で、組別生産型の品種別作業組織ですね。で、もう一つこれが単品種大量生産まで行き着いて段取り替えが必要なくなってきた連続生産形式になると、大量生産型の品種別作業組織という形で専用組織が出来上がります。これが従来アメリカンシステムという形で考えられた発展形態となりますね。これが少なくとも1970年代オイルショックまで続いていく考え方ですね。で、それ以降、ね、大量生産の中に単品種大量生産じゃなくて多品種多仕様のものを大量生産の上で実現するという、こういう生産方式が成立するわけですね。これは日本で、これをいわゆる横文字で言えばフレキシブルマニュファクチャリングシステム FMS とかこういう言い方するわけですね。フレキシブルというのは柔軟なことですね。で、何に対して柔軟なのか、製品を柔軟に作り分けるという意味もありますし、需要に応じて生産量を変えていくという意味も使っています。これはもうずっとね、真ん中過ぎたぐらいの後になりますけど、ということになりますがですね、ちょっと途中になるかな、これで、ちょっと品種別作業組織、大量生産作業組織の原理原則の問題については来週やります。まあ見ててください、ちょっと待ってください、これ何でしたっけ、あれは持ってきて、来週持ってきてくださいね、もう一回ね、ちょっと待って、どっかに例もあるんですけど、出てください。あった、すみません、あった。